後ろを振り向くと親である。親の後ろがその親である。その親のそのまた後ろがまたその親の親であるというように、親の親の親ばっかりが昔の奥へと続いている。前を見ると前は子である。この前はその子である。その子のそのまた前はそのまたこの子であるというように、この子のこのこの子ばっかりが空の彼方へ消えいるように、未来の果てへと続いている。こんな景色の中に神のバトンが落ちている。血に染まった地球が落ちている。人は米を食っている。僕の名と同じ名のバクという獣は夢を食うという。羊は紙も食い、南京虫は血を吸いに来る。人にはまた人を食いに来る人や人を食いに出かける人もある。そうかと思うと琉球にはウムマー木という木がある。木としての器量は良くないが、詩人みたいな木なんだ。いつも墓場に立っていて、そこに来ては泣き崩れる悲しい声や涙で育つという、ウムマー木という風変わりな木もある。